管理に苦労いたしましたので、これ委員部含めて緊張感のある委員会運営をまず冒頭お願いしたいと思います。緊張感ある委員会運営はきちんとやっているつもりでございます。また報告理事会で必要があれば協議いたします。実際に支障が出ましたので、ね、委員部の皆さんお願いしますよ。はい。それから、ただいまの泉補佐官のに関連した質疑で、官房長官、いろんな報道見てますと、泉補佐官は相当霞が関の人事に介入してますね。内閣人事局の運営、杉田副長官が局長だと思いますが、泉補佐官はこれに絡んでるんですか。ただいまのご答弁、ご信頼申し上げたいと思いますが、かねて要求したとおり、この安倍政権における人事権の行使のあり方、内閣人事局の運用のあり方になされ方については、一度精査が国会として必要だと考えております。委員長、改めてご協議をお願いしたいと思います。理事会でということですか。聞かなくてもそれしかないでしょう。一応正確、緊張感を持って言われているから正確にしています。五国理事会で協議をいたします。小川淳也君。それから